はいどうも皆さんこんにちは、新たです。新たなダンススクールやってまいりました、ヤズですね。さあ今回ですね、マスクからケプラーから、マスクからケプラーからマスクですね、こちらのダンス解説をしていきたいと思います。収録ボタンをフォイということで、もうたくさん見ていらっしゃる方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、素晴らしいダンスですね。なんかこう、もうなんかケプラーのかっこいいところ全部お見せしますよっていう内容がたくさん詰まってるなというふうに思いまして、で今回のこのマスクなんですけど、皆さんも多分ね、薄々感じ取ってはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、大事なのはですね、足でございます。非常にこう手の振りが多いんですけれども、僕これ美脚ダンスだなっていうふうに思ってるところがありまして、美しくその皆さんがですね、パンツスーツというかパンツスタイルで踊るっていうのは多分マスクぐらいなんじゃないかなっていう風に思うぐらい、もうちょっとそのファッショナブルな、少し尖ったモードな雰囲気を出していこうぜっていう楽曲なんじゃないかなという風に思っております。まずですね、一番最初ここのポージングを見ていただいた時に、もうちょっと、はい、ポージングをちょっと見ていただいた時に、もう皆さんがファッショナブルなんですよね、立ち方がね、この感じです。そして皆さんその足の長さ、腰の位置の高さみたいなところも含めまして、非常に今回はこの足元で揃えていく、綺麗に揃えていくっていうところが注目されていると。でそこに対して上半身がどうついてくるのかっていうところを注目していただきたいんですけれども、3秒のところですかね。まず足の重要性というところで、足を使うポイントがですね、3つございます。1発目がここですね。シャオティンちゃんが向きましたのところで、ズンツカッツ、ズンツカッツ、ズンズンカっていう風にかかとでふみ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 しながら乗ってるっていうところですね。で次がですね、開きました、イエソちゃん出てきました、踏んで踏んでという風に、ここでも皆さん足元で踏んでますね。そしてもう一つ目がございまして、この後ちなみに今足をですね、高く真っ白ちゃんのところでシャッシャッシャッっていう風に開けたじゃないですか。これが、今回のこのマスクっていう楽曲においてかなりこう重要なところになってくる、足上げ、膝上げでございます。で、この後、カッツ、ツンツン、カ。ここでも腰だったりとか足をこう曲げた状態で乗ってるのわかりますかね。意識が基本的に下なんですよ。ただ下なんですけど、ヒップホップ的なそのダンスの下の意識とは違って、ヒップホップでもっとこうなんですけど、マスクに関して言うとこうなんですよね。なので上半身はすごく綺麗に整えた上で、もうファッションスターみたいな感じで整えた上で足元で乗ってくから、かっこいい、スタイリッシュに見えるっていうところがございます。なので今回のマスクについては、とりわけこの実は足元で皆さんが何をしているのかと、足だったりとか腰だったりとかですね、見ていただきたいなというふうに思っております。でからのですね、18秒ちょっと見ていきましょうかね。今回まあそのケプラって9人グループですよねっていうところで、9人グループが絶対にやるやつ、これ真ん中のグループ、右側のグループ、左側のグループという風に333に分けると。で333のところの島のどこかにそのボーカルの人がいるんですよ。今真ん中の島にはダヨンちゃんが歌います。そしたら今度こちらですね、左側の島にはイエソちゃんがいて、イエソちゃんが歌います。右側の島にも誰か歌う人がいるのかな、ちょっと推察していただきましょう。すると真っ白ちゃんが出てくるんですよ、という感じで、それぞれの3つのグループの中に歌う人たちが1人ずつ入っていて、そこを構築するような形で残りのお二人の方たちがサイドを固めるっていう風に、こういう3段階形式みたいなものは結構ですね、9人グループの方たち、 TWICE さんとかもよくやる形なので、ちょっとそのよくあるよね、3つの分け方で、その3つの分け方具体的にどういうことするんだろうっていう風に楽しんでいただけると、そこにその何ですかね、アイデアがたくさん詰まっているところでございますんでね。でここはグループを2つに分けて、真ん中チェヒョンちゃんなんですけど、ここでユジンちゃんにすぐにバトンをタッチして、ここでダヨンちゃんが指をくるくるくるってしながら右側に移動していくっていう、これがすごいなって思っちゃって、この目まぐるしい展開、左側にいます、真ん中にいます、左側から入ってきて右側に抜けていきますっていう、僕ね、このダヨンちゃんの使い方が素晴らしいなっていう風に思っちゃって、真ん中を通り過ぎていくんですね。でなんで通り過ぎるかっていうと、ここで実はシャオティンちゃんと入れ替わるっていうところがあるので、
全部その人の移動でその人を目で追ってたらいつの間にか真ん中にあみたいな、ショーティンちゃんがみたいな風に丁寧に丁寧に追いやすい順番みたいなもので見せてくださるんです。ここら辺のその構成の使い方、素晴らしいなっていう風に思いますね。もうね、エキスパーティングの方たちが作ってるものでございますからね。絵でからのインパクト、サビちょっと見ていきましょう。これですね、ドンスカッとダッザドンっていう風に音楽が結構そのインパクトが大きいじゃないですか。でドンの後にドンっていう風にこの空間があるんですね。ここに真空みたいな一瞬無重力になる瞬間があって、そこをすごく丁寧に表している振り付けだなっていう風に思ってるところでもう爆破けでございます。ここに関してはドン、すごいですね。マスクってその顔を覆うものじゃないですか。それを一回ブンってこう解き放つっていう、その意味ってなんだろうみたいな、この振りの意味ってっていう、そのかっこよさで、またすぐに顔をこう隠すんですよね、口元をね、マスクでね。でそのマスクで隠れたところからズッてこう手が入ってくる感じ、ファンタジーですね。で十分にこの顔元でダンスをしたら、はあああああっていう部分で下からグーっていう風に上がってきながら足元でクリ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 っていう風に地面を擦っていく、そこで腰をこう入れていくっていう、このおしゃれさで、ここのあいあいあいの部分のこのお腹の張りというか、この上下の胸のアイソレーションというか、すごいですね。でここもそうなんですけれども、今ヨウンちゃんセンターにいます。腰に手を置いて顔を向けて、で肩に手を持ってきて肩を強調するみたいな、ちょっと人体ダンスかなっていう風に思っていて、まあどういうことですかと言いますと、その大きく動いててこのノリでズンカズンカっていうやるよりは、肩です、顔です、首です、腰ですっていう風に体のパーツパーツごとにピンポイントで手を置いたり当てていったり、そこを強調するような踊り方が多いんですよ。なので実は動きで言うとそこまで激しくないっていうところがあります。パッと見ですね。ただその一個一個の手を置く瞬間とか質感とかにすごい筋肉を集中させなければいけない難しさはあるんですけども、このバッって開くところとかの質感重視なんですけども、比較的その上半身をスッと立たせた状態でいろいろな体の部位っていうところを使っていきながら踊ることができる、これがまあ人体ダンス、体の一個一個のパーツを持っていく。でここのお話がもっと結びついてくるのが、最初に言ったそのファッションっていうところで、今回皆さんがパンツスーツのスタイルでそのファッションファッションモデルさんみたいな感じで立ってるところから始まるじゃないですか。そういう風に人体の美しさを見せていく、人間の体の構造で見せていこうとするダンスなんじゃないかなっていうのが、振り付けの要所要所から見えてくるっていうのがございまして、そこがねやっぱたまらないと言いますか。だからこれパンツスタイルなんですね。スカートでは多分ね絶対に踊らないだろうなっていう風に思ってます。そのぐらい足は足であって、腕は腕であってっていう風に、それぞれの箇所をちゃんと強調したいっていう多分の望みがというか狙いがあるんじゃないかなっていうふうに思っております。でからのですね、ここら辺とかも結構そうなんですけど、こういう感じですよね。この上半身がバキ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 ってこう激しく動かしていくっていうよりかは、このあたりで踊っていくっていうことができる、ちょっと防具っていうスタイルにも近いかなっていうふうには思います。でからのですね、1分10秒を見ていきましょうかね。トントントンっていう、ここのみんなのこの揃い具合ですね。腰に手を置く、そして腰の入り方、この揃い方がねちょっとえげつないんですよ。さすがケプラーで、このグンって上げるところ、回すところ、質感が全員揃ってる。での部分まで、いやすごい、これすごいですよ。2番に入った時にガラリとこう雰囲気を変えていくというか、動きは最小限ですよね。あんまり大きく大きくわーって動かすよりも、もうコンパ腰みたいな、やっぱこの振り付けのセンスっていうんですか、振り付けを作ってる方たちのそのコンセプトみたいなものがバシバシ伝わってくるんですよね。ベクトルで言うと、バヒエちゃんが歌ってて、こっち側に今流れてったんですけど、この流れからぐるぐるぐるって回してって、ユジンちゃんがこうやってタイタニックしてくるんですよ。で、ちょっとこう天使のような、その反り方というか。で、また注目はですね、見てください。この足でございます。膝を高く上げることによる、このもう本当に女神のようなユジンちゃんが一瞬出てくるっていう、この仕掛けもバッチリだなっていう風に思っていて、やっぱこう、アイディア、構成力っていうところ、みんながこう踊って揃って踊ってパート分けしてとかだけじゃなくて、何かちょっと、何かをこう、全員で、
模様をしていくっていう瞬間が、9人グループだと作りやすかったりします。トゥワイスさんたちだったらアルコールフリーでバーカウンター作ったりしたじゃないですか。具体的なものを作っていくっていうのはこれから、ケプラのパフォーマンスの中でも増えてくると思うので楽しみにしていきましょう。これがかっこいいですね。はい。で、からのですね、2番のサビについては、今度ヒカルちゃんがセンターに来てみんなで円を描くっていうことで、振り付けについてはそこまで大幅な変化はないんですが、構成を変えてくるっていうところの見せ方になります。で、2番のサビっていうところの終わりでですね、これがすごいよねっていう、多分皆さんが大好きなポイント、僕も大好きです。ちなみにヒカルちゃんね、ここでしゃがんだ状態から上がるってのもすごいんですけどね。どごどどごどどごどど、これはもう本当に圧巻というか、いやー、なんかこのカノンって言うんですけど、順番にボコ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 って動いていくのが、そのカノンがどことどことどことが、すごく、多分ね、これ以上の正解は、ここの音楽においてないだろうなっていう風に思うぐらいのインパクト。で、この反っていく姿勢とかもそうなんですけど、ちょっとやっぱファッションっぽいんですよね。ファッション、ファッション。うん、そのモード感というか、モデルさんっぽいポージングを取っていくっていうところに、やっぱ僕はそのかっこよさを感じていて、で、このダダダダダダっていう風に手を回していくところから、その音のドゴドドゴドが伝わってきて、その後のドゴドドゴドドゴドで続いてった余韻、余白みたいなものの、このチームケプラー、めちゃくちゃ、で、そのやっぱね、このど真ん中にいるヒカルちゃんすごいなっていう風に思うんですね。でイエーイのヨウンちゃん、もうここは本当にそのかっこよさを見せていくよっていうところなので、足も開きますよね。やっぱり立ち姿からかっこよく見せていくっていう、最初皆さん閉じてる状態なんですけど、ここからダイナミックに開いていくっていうところが本当にポイントかなってところですね。やっぱね、足元です。足元黒くて揃ってるからこそ、やっぱこのインパクトが出てくるかなっていうね。えい、でからのですね、2分15秒かな、僕が好きなポイントはですね、ちなみにここも好きでございまして、これです。はーい、イエイ、このちょっと質感で、その後のイエイパッパパッパっていう風に、真ん中のダヨンちゃん、ヨウンちゃん、ユジンちゃんは、はーどんパッパパッパっていう、はーって、その別の方のメロディーを取っていて、はっ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 ていう風にリズムを取ってるメンバーがその前後にいるっていう、この音を2個同時に聞かせる感じ。ズンダンダン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 パンパンズンズンズンパンパンですね。2種類存在してるんですよ。共存させるっていう。えぐいですね。ははで、ここでまた足が上がるじゃないですか。膝が上がるじゃないですか。もう幾度となくやっぱり足元で見せていくっていうのが今回のマスクのパフォーマンス。かっこいい、その、なんでしょうね。ガールズグループのガールクラッシュっていうか、もうその女性が憧れる、強くかっこよくっていうよりか、その芯の通ったファッショナブルな女性たちみたいなイメージがあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、からのですね、2分の58秒かな。ここから、ラストのパートに向かって踊ってきます。ラストのダンスがですね、もう振り付けが変わります。ダヨンちゃん。最初は、ドンだったと思うんですけど、今度はここでバッっていうふうに指を開いていくっていうね。で、ここのドンの瞬間、もうここでやっぱダヨンちゃんがこう締めに行くっていうところもナイスだなっていう風に思うところでございますし、で、イエーイの部分でここでフェイクをするヨンちゃんで、ボーカルをするここですね、チェヒョンちゃんということで、アイズワンでいうとこのユリちゃんとかかなの見せ方に結構近くなってくるかなっていう風に思います。メインボーカルでとりわけイエーイっていう風にフェイクをする方たちは、真ん中ではなく今度横側で歌うっていうところも出てくると思うので、多くなってくると思うので、そこもこう気にしながら見ていただく、来るか来るかヨンちゃんみたいになったりしますからね。ここら辺振り付けちょっと変わりますね、ラストの部分ね。これナイスだなって思ったんですけど、センターのチェヒョンちゃんが前に出てきて、ユジンちゃんとダヨンちゃんで、バヒエちゃんとイエソちゃんで、前のこの4人と後ろの4人って実はやってること違うと言いますか、ここでイエーってやってるのはあくまでもこの前にいる4人だけで、後ろの人たちはそこのタイミングでスッと交差をするだけだったっていう、
もうこれ最初全員交差させてんのかと思ったんですよ。要するにこうやって交差していくだけだと最終的にこのヨンウンちゃんが一番遠くから出てくるのでちょっと時間かかるんですよね。でヨンウンちゃんが出てくるのをなるべく時間を稼いで稼ぎたいんですよ。なるべく一列にしてみんなが集まったところからヨンウンちゃんを出したいっていう思惑があるので、みんなが集まってくるまでの間、この移動距離で早く着いた人たちは一回行ってきて戻ってもらうっていう風に追い越してから戻るっていう、ここの距離をあえて稼いでるっていうことなんですよね。こういうその起点というか、この構成からどういう風にこうまっすぐを作っていけばいいのか、そしてその余っている時間に対してはどういうアプローチをしていくのがいいのかっていうところが考え抜かれている構成なんじゃないかなっていう風に僕の中では思ってるところでございます。めちゃめちゃこれは僕のもう推察でしかないんですけれども、はい、というところで最後はこの手元で当たったマスクをパンっていう風に放って終わっていくというところでございましたけども、いかがでしょうか。ということで本当にやっぱかっこいいなっていう風に思うところはビジュアルからですね。まず皆さんのそのファッションっていうところでパンツスタイルで踊っていくっていうのが一つすごくキーになっていると。でなんでパンツスタイルにしていくのっていうところで、踊りでそもそも足元をたくさん使っていくからっていうのがあります。で足元を軸にして踊っていくスタイルなので、手元というものがその先ほど言った人体ダンスではないですけども、肩だよ、顔だよ、腰だよっていう風に割とこう丁寧に自分の直角直線上の中で踊りやすいようなダンスになっているので、あんまりそう崩して踊ったりとかっていうのが少ないんですよね。なのでより揃って見える、統一感が見えていくっていうところもありますし、音楽もちょっとね無機質感なところがあるんですよね。すごくなんかこの曲聴いたら恋しそうみたいな風にはならないじゃないですか。そのちょっとみんなで前進していく、もう精鋭部隊、みんな同じ格好した超精鋭ファッション部隊がズワってこう前に出てくるみたいな、ちょっと軍隊っぽいと言いますか、そこにファッショナブルなテイスト、モードな雰囲気をつけてダンスに仕上げていくっていう、本当にもうこれはめちゃめちゃ考え抜かれた作品だなっていうふうに思ってまして、それがこう見ている方たちに伝わって、いやすごかったよねマスクっていう風な反応になってくるんじゃないかなっていう風に思ってるところでございます。ぜひたくさん見ていただいてね、なんかこう立ち方とか美しく見せるってどうやるんだろうっていう部分が実はたくさんこう研究できる題材にもなってると思うので、たくさん見ていただけたらなという風に思ってるところでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。